でね、まあですね、まあ、さっきも言った通りもう一回哲学なんだと今日は本当にもうこんだけやるからね本当にもう何もビビらなくなってくるんだけども、今日さすがですね、まあこの間も紹介しましたね、アリストテレスでね、アリストテレス哲学のすすめという本を読んだんですけど、また講談社学術文庫なんですけども、この間心とは何かという本をアリストテレス読んでなかなか良かったはずなんだみたいなことをまた取り留めのないまとめをして、困ったぞっていうことを言ってたと思うんですけども、まあね、今回のアリストテレスのこの哲学のすすめっていうのは、あの前回の心とは何かっていう本はね、割と学生さんとかその結構専門の勉強してる人たちに対して向けたこう語ってた本で、結構まあ何回言っちゃ何回らしいんだよ結構。で翻訳もいろいろ出てるんだけども、結構あんまなんかスッキリしない感じもあるなっていう話があって、でもね今回の、哲学のすすめっていう本はね、あの本当その一般市民のさ、だから今で言うとそのエクニカオリとか読んじゃうかわいそうな人たちに向けて書いてある本ですから、あのとってもわかりやすいっていう体があって、っていうかそういう流れになってて、でじゃあ俺がここでちゃんとまとめられるかといえばね、まあ、またこれがまとめられないんだけども、だよね、その読んでて感じたのは、そのアリストテレスが言うんですよ、いやつまりその哲学とかその知識、まあなんて言ったかな、理知って言ってたね、アリストテレスは理知、まあ、知識って意味だと思うんですけども、そういうものってのはこれトルストイも言ってたんだけどね、やっぱその前向きなその幸福を目指すために使うもんだと。幸福って言葉ってのはもう現代においてみればね、寺山修司みたいなこと言っちゃうけども、だいぶうさんくさい言葉になっちゃって、なんかどっか変なやつらが使ってやがるって感じになっちゃって、幸福っていうとなんか寂しい響きっていう感じになってはしまうんですけども、でもそのやっぱつまりその幸福ってのはつまりポジティブな意味ですよね、まあ、ポジティブネガティブなんだとかそういうめんどくさい話もあるんだけども、今あえて言えばさ、まあ、喜びとかそういうことね、普遍的なもんですよねきっと。でまあ、そういうものに対して、そういうものを目指すために使うんだと。であと言ったのが、やっぱそのためにはこれ多分ね、そんな長くは書いてなかったんだけど、やっぱそのためにはなんだって言ったら、やっぱり健康じゃなきゃダメだよって話してて、そう、 いいこと言うって思ったわけよ俺本当に。であとね、その哲学ってのはその、まあ、昔だからね、やっぱり戦争の時はやっぱりその正義とかその勇気っていうものが必要だけど、哲学ってなんだって言ったとき、その感化、暇っていうときだと思うんだけど、そういうときに哲学ってのは使われるもんでっていうことを言うわけ。だからさ、本当にさっきの話の繰り返しになるけど、やっぱ全部哲学だと思うんです。なんでも俺哲学ってのは、つまり俺はこう思うってことだろって話だと思うんですよ。だから難解なんですけど、そう大したことじゃないと思うんですよ。やっぱエッセイと変わんないと思うんだよ。大して延長的に言えやさ。ましてアリストテレスなんか、まあ、今回のその哲学のすすめってのは、ほとんど断片的にしか作品が残ってないらしくて、全部は残ってないらしいんだけどもさ。だから、ちゃんとした形式で残ってないみたいなことらしいんだけどさ。でも、やっぱこの、なんかね、つまりその、なんとなく人の気持ちにでも楽になればと思ってアリストテレスいろいろ考えて、分かりやすい言葉で、まあ、アリストテレスなりの分かりやすい言葉で語ってたわけでしょ。なんか、いちいち、なんかどっか毒舌芸人なんていう偉そうなこと言って、あんなデブの女装の芸人と、芸人じゃねえか、まあ、コラムニストとテレビ出て、いや、俺あの番組好きなんだけど、まあ、有吉残ったけど、有吉がなんか哲学のやつらをなんかぶった切るみたいなこと言って、偉そうなこと言って本出してたけど、そんなこと言わなくたって実際読んでみれば、哲学の人ってむちゃくちゃなこと言ってることだってあると思うし、なんでいちいちそんな、なんかニーチェなりアリストテレス、いやよくわからないですよ、確かによくわからない、よくわからないんだけど、よくわからないものを有吉に否定してもらって、ああなんか読むやつバカだみたいなことを思ってる連中がいると思うと、本当ね、片っ端からぶん殴って、もうボディブロー食らわしたいぐらいの気持ちで、てめえらこの野郎、そのくせてめえらあれだろって言って、なんかやたらめんどくせえ話ガタガタしやがるよなと思ったりとかすると頭きちゃうね。うん、まあアリストテレスはこういうこと全く言ってなかったですけども、なんかね、要は俺は古典好きなんだね。やっぱ先週も言ったけど、本当に最近ですね、まあ、来週も紹介すると思うんですけども、漫画とあらすじでわかる古事記と日本書紀っていう本を読み出してまして、やっぱ読むとですね、やっぱ面白いね本当に。なんかむちゃくちゃで、本当話がもうなんかね、奥さんがね、なんか
まあ、いやこれは来週あのさ、うん、まあね、だからアリストテレスなかなかいいこと言ってたんで、あ、まあでもちょっと翻訳がちょっと2011年の本にしてちょっとね硬い感じですけどね、やっぱ相当アリストテレス研究家って人は書いたんだろうね。まあよくこのレビューで言うけども、またですね、本の本編は90ページしかないのに解説は150ページありました。これ本当にどんだけ語るんだと欲してもうたまらない、喋りたくてしょうがないっていうね、うん、そういうとこも面白かったですよ。そういうとこも何やってんのなんてツッコミつつ読むと面白いね。というわけで今日の2冊目はですね、アリストテレスで、アリストテレスじゃないのかな、まあ、アリストテレス、哲学のすすめでした。